先輩、いいから帰ってくれ。俺の安全を思うなら帰ってくれ。このままじゃ間違いなく俺が大変なことになる。はあ、大変って遠野くんはどんな風に大変になるんですか？スプラッタ？それともサイコ？どちらにせよそれはそれで興味がありますね。そういうゴーな興味持たなくていいです。俺の好きにしていいって言ったのに、なんで邪魔しに来るんですか？ですから遠野くんは好きに行動してください。私も遠野くんを見習って自分の好きに行動しているだけですから。先輩、何でしょうか遠野くん。何でしょうかじゃないです。そんなに俺を困らせて楽しいんですか？分かりました。先輩が意地悪な人だというのは分かったから、今日はもう勘弁してください。これ以上は俺だけじゃなく先輩まで危ない目に遭っちゃいますよ。そうなんですか？私は別に遠野くんについてきているわけじゃありませんけど。いや、実際私公園に用があるだけです。遠野くんがどこに行くのかは知りませんけど、行き先が公園でないのならここでお別れですね。ああ、もうそれでもダメです。公園にはアルクエイドがいるんですよ。あいつなんでか先輩を敵視してるし、このまま会わせるわけにはいきません。おや、私のことを心配してくれるんですか？心配なんかするに決まってます。俺は先輩とアルクエイドが争うところなんて見たくない。お願いですから、もうこれ以上ついてこないでください。なるほどなるほど、そうですか。私の心配じゃなくて彼女の心配をしているんですね、遠野くんは。もしかして作動室のこともさっきのことも、いや、それ以前に俺がアルクエイドと夜出歩いたこと自体ずっと怒ってたんじゃないですか？わかりました。全部俺が悪かったです。もっとちゃんと謝りたかったけど、こうなったら仕方ないです。作動室でのことは謝りません。あれは俺の失言でした。だから帰ってくれなんて言ったら本気で怒りますよ、遠野くん。え？私たち今絶好中なんです。喧嘩してるんです。私も拗ねているみたいですから、生半可なことじゃ素直になれません。あの先輩、ここで遠野くんが帰ってくれるのなら仲直りできるんですけど、それは無理だって分かってます。ですからこんな話をしていても無意味です。あなたが私に謝る必要もありません。私昼のことは気にしていませんから。私の仕事は吸血鬼を退治すること。今はそれを忠実にこなしているだけです。ちょ
先輩？待ってください！どうしてそんなにムキになってるんですか？私、ムキになんかなっていません。あなたの方こそ、私と一緒にいると彼女に誤解されるんじゃないですか？誤解って、何がですか？あなたは彼女が好きなんでしょ？なら、彼女の敵である私と一緒にいるのは立場的にまずいと思いますけど。別に俺はあいつのことが好きってわけじゃ。もう本当、自分自身にも嘘をつけないんですね、遠野くんは。なんか正直すぎて参っちゃいます。けど、本当にここで別れた方がいいですよ。私たちは絶好中なんですし、こんなところを歩くエドに見られたら。ふん、見られたらどうなるのかしらね、シエル。アルクエイド。遠野くん、下がって。いえ、なんとか隙を見て公園の外まで逃げてください。驚いたわ。シキの声が聞こえたから来てみれば、まさかあなたが一緒だなんてね。何をしに来たの、シエル。私に用はないと思うけど。ええ、あなたに用などありません。大事ならともかく、話をするなんて考えるだけでもおぞけが走りますから。私は彼があんまりにも危なっかしいので指導をしてあげているだけです。どうも頭の緩い吸血鬼にたぶらかされているようなので。指導が必要なのはそっちの体の方なんじゃない？余分な肉ばかりついて死に際のカバのよう。それともどんなに切り崩しても重さの減らない贅肉かしら。そっくりそのまま返しますよ。起きて殺すことだけがあなたの美点でしょうに。人間に助けを求めるなんて、そんな余分はらしくありません。神祖の誇りとやらをどこかに落としたのですか？まあそんなもの実際あったかどうか疑問ですけど。
つくづく勘に触る女ね。一度やられたぐらいじゃ物足りないってこと？あなたこそ手も足も出ずに地に落とされた恐怖がまだ拭えていないんじゃないですか。言ったわね、キャンズ。何よ、人のパートナーを横取りするつもり？ええ、状況次第では。彼が私を頼ってくれるのなら今すぐにでも。待った、待ってくれ。二人ともなんか空気が不穏だ。耐えられない。というか落ち着け。お互い目的は同じなんだろう。ならここは仲良く。遠野君は黙っててください。真似しないでよ。式に呼びかけるのは私だけの特権なんですけど。呼びかける？今のが？せいぜい恫喝の間違いでしょう。鏡を見たことがないんですね。ああ、吸血鬼だから鏡に映らないんでしたっけ。どこの迷信よ。鏡にぐらいちゃんと映るわ私。おや、そうでしたか。それは失礼。使徒ですら自分の姿を恥じて姿を映さないというのに、大した厚顔っぷりです。さすがは吸血鬼の大元。感服しました。ねえ、もしかして挑発しているの？あなた。まさか。これは挑発ではなく糾弾ですよ。自分が何であるかを理解しない愚か者に現実を教えてあげているだけです。私からも最初で最後の勧告よ。式はあなたのことがそれなりに大事らしいから、今回だけは見逃してあげる。また殺される前に今すぐここから消え去りなさい。驚きましたね。吸血鬼が人間の機嫌を伺うなんて。あなたなら人間なんて思い通りに操れる。彼に協力させるならしもべにしてしまえばいいのに、なぜ魅了しないのですか、ハルクエイド。あなたらしい品位に欠けた発想ね。式は私のパートナーよ。そんなことをしなくても私の手助けをしてくれるって言ってくれた。私を殺せる時でも私のそばにいてくれた。私が一人でいる時も式に会えると思うだけで時間は瞬く間に過ぎていった。当然でしょ。だって式は私の運命の人なんだから。ふざけてるんですか、あなたは。何を言い出すかと思えば、よりにもよってオムファタルなんて。ふざけてなんかいないわ。チキの心も体も、彼がこれから得る喜びも悲しみも、死に伏せる権利さえ私のもの。ええ、使徒の気持ちが少しだけ理解できたわ。人間の血を飲みたいとは思わないけど、
四季の命は私以外の誰にも渡さない。ちょっと待て。アルケイド、あなたまさか。さあどうかしら。あなたから私はどう見えるの、シエル。吸血衝動に飲み込まれて打点したように見える。いいえ、真相が落ちたのならとっくに世界は裏返っています。あなたはまだ狂っても落ちてもいない。つまり今の段階ならまだ間に合うということです。ええ、その通りよ、シエル。これは吸血衝動とは違う。だって楽しいわ。すごくすごく胸が弾んでいるの。まるで春の野原のよう。以前あなたは私を愚かだと言ったわね。ロアに騙された世間知らずだって。本当にそう。四季に殺されるまでの私は本当に愚かだった。自由になることが、自由に手足を動かせることが、自由に人間を好きになることが、こんなにも気持ちいいなんて知らなかった。だから今の私はあなた以上に人間的よ。例えばこんな風に自分の気持ちを表現できる。安心して、一滴だけだから。これから楽しい時間になるのに、ここは色が薄すぎて。せめてこれぐらいはしないと趣がないでしょ。自由に思うままに行動するというのですね。あなたが何の制約もなく思うままにロアを処罰すると、その結果がどうなるか理解していますか。自らを縛らない真相は使徒と変わらない。グローブのようにこの町を蹂躙するのが望みだとでも。分かりきったことを聞かないで、シエル。人間の町に関心はないわ。邪魔をしなければ何もしない。こんなの道端の石と同じよ。ああ、でもそっか。好きになるのも自由なら、憎んでみるのも自由よね。ロアに汚染された町、ロアの痕跡を残す土地、どちらにせよ汚らしいし、綺麗に掃除していくのも私の自由。それに。ここで思いっきり今までずっと気に食わなかった女を八つ咲きにするのも心底楽しそうじゃない？
く下がって。決まりね、遊びましょう、シエル。私が言うのもなんだけど、そんな年代物いつまで使ってるのよ、あなたたちは。ほら、もっとこう面白そうな。
た。もうそれは見飽きたんだってば。何よそれつまらない。グローブに使ってた武器はどうしたの。たくさんの毒をばらまく道具は。趣味の悪いギロチンは。あの重苦しくてぶっとい杭を私には使ってくれないの。勝手なことを。言わないでください。だからそれは聞かないって。禁酒の結界？あなたに聖堂は過ぎたものです。そのタワーリングで緩んだ頭を冷やしなさい。魔術は使わないんじゃなかったの。あの嘘くさい心情はどこに行った。あなたとロアにしか使わないだけです。諦めなさい、アルクエイド。それは27素であっても一時的に封じ得る強度を持ちます。神素であっても容易には砕けません。加えて何。やっぱりあの武器を持ってくるの。聖典を持ち出す必要はありません。ことはすでに終わっていますから。グローブの時だ。それはゴチックフォート、ある祖から奪い取った原理を用いた結界です。本来は外界との遮断に用いますが、使い方によっては最大の武器にもなる。ところでアルクエイド、魔術世界における生命の質量定義は知っていますね。生命そのものが持つエネルギー生産量、もしくは質量を段階として定義したものです。その基準はシンプルで、大きさと重さとで測られます。一番強いものが小さくて重いもの、二番目に強いものが大きくて重いもの、
3番目が小さくて軽いもの、これは人間ですね。そして最後に大きくて軽いもの、これは情報や噂話、幽霊といった広範囲に広がるものです。死ね、あなた。私の大聖堂は最大直径30km の隔絶空間、生命ではありませんが大きくて重いものです。これを極限まで圧縮すればどうなるか試してみるのも一興だと思いませんか。いくら凶暴なあなたでも抜け出すにはそれなりの時間が必要になる。少なくとも1時間は超高密度の監獄を味わってもらいましょう。イデアブラッド22番、クロムクレイペタストラクチャ。何よそれ、閉じ込めるとか封じ込めるとか周りを守ることばっかり。これは私との遊びでしょ、ならもっと本気になりなさいよね。こんなことって、信じられない。あのバカ、本当に自分の感情で力を使っていませんか。下がって。
やめろこの大バカ野郎。シキ、なんで？どうしてシキがそいつをかばうの？なんでも何もない。言っただろ、先輩は俺にとって大事な人だ。いくらお前でもこれ以上先輩に手を挙げたら許さないからな。そう、そいつと仲良くなってたらどうなるかって私も言ったはずだけど、どいて、今ならまだ許してあげる。早くそんな奴をかばうのはやめて、私にそのナイフを向けないで。お前が先輩に手を挙げないと言うまでどかない。聞きたくない。どいて、シキ。お前こそ引け、アルクエイド。お前は俺に言ったじゃないか、人間は殺さないって。それともあれは俺を安心させるための嘘だっていうのか？ええ、私は人間は殺さないけど、人間の規格を大きく外れた命には敬意を表してる。だから対等の存在として殺すことも厭わないわ。例えばあなたや、そこの女みたいな相手にはね。あなたはまた私にナイフを向けるんだ。一度目は許したけれど、二度目を許せる自信はないわ。もっともあの時の再現はありえないけど、いくらあなたの直視の目でも今の私から死を読み取ることはできないでしょう。あっ。